FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷。こんにちは。時刻は1時になっています。6月2日木曜日、 FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けします。パーソナリティの日賀美由紀と、はい、ミキサー担当します中曽根です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、はい、近地そばの金城です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、はい、ウェブ会のメンバーはですね、近地そばの金城滝郎さんもですね、一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日の読谷から日本のためにということで、はい、復興支援番組、今日もさまざまなですね、ちょっとゲストも迎えながら、お届けしたいと思いますので、はい、予定時刻は1時30分からですね、はい、さあ、どのような活動を行っている方か、ね、また皆さんにご紹介したいと思います。そしてこの後ですね、1時15分過ぎにはですね、岩手県の宮古災害 FM のですね、に行ってます、ボランティアで行ってます吉田哲太郎さんと、はい、また電話中継を結んで、今の宮古市のね、様子なども聞きたいと思います。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、また私たち、復興支援番組、読谷から日本のために、さあ、この番組ではですね、皆さんからのメッセージや、またね、このような情報がありますよというですね、メールも随時募集しております。メール宛先、 FM 数字の786アットマーク FM 読谷 .co.jp、 FM 数字の786アットマーク FM 読谷 .co.jp までお願いいたします。件名にですね、復興支援番組っていう書いてくださいね。そうじゃなければ、また読谷から日本のためにだけでもね、大丈夫です。ぜひ多くの皆さんのですね、自分のこの復興支援の番組としてですね、自分の意見多分たくさんあると思います。ちょっとしたですね、コメントでもよろしいので、ぜひメッセージや、また情報、また被災地の皆さんに向けたですね、情報などをお持ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日もこの FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、この時間からお届けしたいと思います。この時間はですね、ピックアップニュース、この1週間でですね、被災地によります地震や津波、原発のですね、記事を琉球新報、沖縄タイムスの記事から皆さんにお伝えしたいと思います。まずはじめに、5月27日、琉球新報総合面です。東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島の3県で、決壊や流出した堤防のうち37箇所で、応急の復旧工事が終了していないことが、5月26日国土交通省東北地方整備局や各県の取材で分かりました。梅雨を迎えれば河川の氾濫など二次被害の出る恐れがあり、国や県は工事を急いでいます。続きまして、5月27日沖縄タイムスです。東日本大震災に伴う被災者の受け入れで、4月6日から沖縄県が打ち出している旅費、宿泊費支援事業の利用者がここに来て急増に増えています。
スタートから約1ヶ月半は275人でしたが、20日からは6日間で116人、今後さらに196人の来慶が決まっています。震災から2ヶ月半が経ち、閉鎖を決める避難所もあり、被災者は次の住居を定めるため、避難先の沖縄は海が見られ、ふるさとを思い浮かべられると、海沿いで育った被災者は選択の理由を話しています。続きまして、5月27日琉球新報です。福島第一原発事故で立ち入り禁止となった福島県の双葉町で、避難住民合計171人が26日警戒区域に制定された半径20キロ圏に入り、一時帰宅や津波の犠牲者を慰霊しました。続きまして、5月29日琉球新報です。東京電力は28日福島第一原発基地内で、3月11日の震災発生後から17日までに測定していた未発表であります放射線量データ合計100と失礼しましたデータ合計1509項目を発表しました。公表済みの10分ごとの測定値の間を埋める2分ごとの値などが含まれ、新たに公表されたデータのうち、最高線量は3月17日午後3時55分の3時55分と発表されています。おしまいに、5月29日日曜日琉球新報です。東日本大震災の行方不明者を震災後3ヶ月で死亡と推定し、家族に遺族年金などを支給する手続きが6月11日から始まります。しかし2週間前の28日になっても、どういう条件が揃えば行方不明と認定するのかが厚生労働省から示されていません。被災者の経済負担軽減のため実施された特例ですが、被災地の年金事務所は困惑しています。以上、ピックアップニュースをお届けしました。続いては呼ぶ会コーナーです。さあ、呼ぶ会からはですね、近日そばであります近所滝郎さん、お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、情報というよりはですね、うん、自分が最近感じたことですね。はい、台風がありましたね。うん、はい、台風があって、うん、読谷も結構停電になったんですね。そうですね。で、自分たち土曜日の夜遅くに台風があって、うん、次の日自分はザキミに住んでるんですけど、はい、ザキミは朝方には復旧してたんですね。はい、そしてお店がキナにあって、うん、キナに行ったら、うん、まだ停電してるんですよ。うん、で、急いで、まあ、食材とかの管理のために保冷剤とか応急処置はしたんですけども、全然復旧しないので、はいはいはい、発電機をかましてですね、うん、営業したんですね。なるほど。で、もうとってもこれと自分たちのこの置かれている状況と被災地の状況っていうのをですね、何か考えてしまったんですけど、この1日だけ電気が来ない、このことでこんなにアーティアーティして生活することさえもままならないっていうことが、1日だけでも貴重な体験だったかなと思ってですね、とても今回の台風が今自分たちがいかに豊かに生きているかっていうのをつくづく感じさせられた出来事だったなと。我々 FM エミトンの方もですね、うん、まあ、停電になったんですよ。はい、9時土曜日の9時40分に、はい、それから5時間ぐらい、うん、深夜の2時本当に40分ぐらい、ぐらいにちょうど5時間ぐらい停電したんですが、まあ、私たちの場合もやはり今、呼ぶ会ね、エミトンオーナーズブログ会の呼ぶ会の、まあ、金城さんが話してたように、まあ、いわゆる、まあ、先ほどもね、村長が番組出演いただきまして、はい、自助が必要だ、自らを助けるというね、自分たちで、うん、助け合うことも大事だということだって、まあ、その話の中で少し触れましたけれども、はい、やはり、まあ、バックアップ機能、はい、生活に対するね、うん、もう本当に私たちの沖縄の場合は災害というと台風がね、うん、まあ、一番のメインになるだろうと思いますので、まあ、今回の台風で本当に沖縄県民は、
被災地東北のこともですね、うん、まあ疑似体験じゃないけれどもね、思いを馳せることができたのではないのかなと思いますよね、うんうん、本当ですよね。本当この停電ね、うん、沖縄今回この台風で各地でも本当に停電がね多かったっていうことなんですけど、うん、停電で水も使えなくなるっていうのもね、うん、今回分かりましたね。そういう意味では、いかに自分たちでねやっぱり災害のことを意識しながら、うん、やっぱりやっていくことが、まあ台風が来るって知っててもやらなかった私たちが悪いんだけども ね、うん、そうですね。だからそれぐらいその災害に対する意識がすごい薄かったっていうのがね、うん、はい、まあ本当に東北で起きたような未曾有の大災害が沖縄で起きてしまったらどうなるんだろうと、うん、本当に真剣に思いましたね。そうですね、うん、まあ、私たちも放送の中でずっと台風情報やそれから水道課からのですね節水の呼びかけをもう深夜から0時過ぎぐらいからですね放送でずっと呼びかけをしましたけれども、そういう意味では私たちがねこの読谷から日本のためにという番組をやっている意味があったのかなと改めて感じました。そういう体験をすることで向こうの放送局は今そういう思いでね地域の皆さん方にその情報を発信してるんだろうなって考えると、俺たち1日2日でねこんな泣き入れてたんじゃたまたまじゃないなと、そうですね、うん、本当そうだよね、そうですね、うん、もっとね、はい、できることがあるだろうと思いますのでね、うん、頑張っていきたいなと、はい、うん、本当ですよね。さあこの今回のですね、うん、新聞の方にも皆さんも目を通された方多いと思いますけれども、うん、昨日のうん、新聞の方にはこの災害 FM、ね、はい、私たちの方でも岩手のですね宮古災害 FM と中継を結んだりしてますよ ね、はいはい、ね、もう皆さんもご存知だと思いますけど東日本大震災の被災地で始まった臨時災害 FM 局の多くがですね、うん、免許の有効期間の2ヶ月を超えても放送を続ける見通しが発表されています、うんうん、岩手、宮城、福島、茨城の4県で5月31日現在で開局中の災害 FM は18局、うちすでに11局は設置から2ヶ月が過ぎ、過去に2ヶ月を超えて継続したのは3例だけだったそうです。東日本大震災でかつてない規模の災害 FM が長期の放送を続けることになるということね、新聞の方でも掲載されていましたが、やはりこの被災地の復旧作業がですね、うん、長期化しているということで避難生活を続ける人もね多く、また細かなですね、はい、生活情報を伝えるっていうのも必要ではね、そうですね、ないでしょうか、うん、うん、まあそういう災害地でのですね、うん、放送を頑張っている皆さん方、うん、本当に、これからもですね大変だと思いますけれども、うん、本当に地域の皆さん方に情報発信できる、ね、我々みたいな放送局がないと、はい、もっと大変なことが起きてしまいますのでね、うん、頑張っていただきたいと思いますね。そうですよね、はい、まあ、いずれにしても、うん、早く復興復旧して、うん、まあ、この災害放送局が、うん、まあ、ようね、うん、必要ではなくなるっていうことが本当に、ねね、一日も早く来ていただいた方がいいかもしれないんだけどもね、うん、ただまだそういう事態にならない状態でやめていただくのは、うん、廃止するのはね、うん、ちょっと、悔しいんですけれども ね、うん、まあ、それぞれの事情があるかもしれませんが、ね、ぜひね、はい、うん、できる限り情報発信を続けていただきたいなと思いますね、うん、さあそこで本当、うん、東北総合通信局はですね、はい、市町村側からの要望があれば年単位など長期間の延長もですね応じるとも発表していますので、やはりなことだな、うん、それまで本当にすごいこの、ね、災害だったということを、うん、本当にこれ見ても ね分かりますね、はい、うん、いやでも本当にね、竹戸さんなんか金城さんなんかも、はい、まあ、自分でね授業をしてるから、はい、うん、電気がないと何もできないということ本当に、本当にですよ、うん、もう辺りの店は全部閉まってたんですよ、うん、たまたま大家さんが電気屋さんだったので、うん、それをやってくれたんですけれども、うん、もう営業どころの話じゃなかったんですね本当は、うん、もうみんな木を片付けたり掃除をしてる中で、うん、なんか営業していいのかなとも思いながらですね、うん、やっぱりでも食事というのは人が必ず求めるものなの で、うん、提供もしていかないといけないなという責任もありましたしね、そうですそうです、はい、働いた後はね、はい、美味しいそばを食べていただけた方ですからね、はい、そうですね、はい、はいはい、それではコマーシャルです。
FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしております。さあ皆さん、第2コーナーに入りました。さあこの時間はですね、宮古災害 FM ボランティアでですね、吉田哲太郎さんが行っております。そこでこの時間もですね、電話中継結びたいと思います。早速お呼びしましょう。宮古災害 FM 哲太郎さん。はい、こんにちは、哲太郎です。こんにちは。私もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お忙しいのに本当にありがとうございます。いえ、こちらこそ台風すごかったみたいですね、うん、本当にすごかったんです。先ほどもですね、今日の呼ぶ会はですね、近畿そば の近所滝郎さんをお招きしてるんですけども、哲太郎さんの出身であります紀那、紀那もですね相当の停電でしたよ、はいはい、本当にこちらは逆に沖縄のなかなか被害の様子とか、どういう状況であるかっていうのが、ね、ニュース扱いがどうしても小さくなってしまうんで分かりにくいところもあったんですけれども、本当に本島でもたくさん5万世帯近く停電したんですって。もう相当でした。大変だったんだなと思ってびっくりしました。哲太郎さん、近畿そば滝郎です。こんにちは、哲太郎です。こんにちは。毎週声が聞けるだけでとてもつながってるんだなっていう気持ちになります。本当お疲れ様です。ありがとうございます。こちらももうこちら東日本大震災の被災地とは離れている沖縄読谷ではあるんですけど、こういうふうに応援していこうって考えていこうって番組を継続してやってもらえるっていうことにとても感謝しています、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、哲太郎さん、はい、先日ですね、ええ、またまた新聞にも掲載されておりました。ええ、はい、沖縄の新聞でですね、コミュニティ FM 局が、はい、その災害等に関する、対応をされているということでですね、はい、その中でもトップにですね、FM 読谷のその復興記事で入りがありましてですね、はい、で中でFM 読谷のパーソナリティ吉田哲太郎さんが震災直後から岩手県宮古市の宮古災害 FM にボランティアとして勤務してますよということが書かれてましたよ。そうなんですか、はい。もう本当に哲太郎さんのおかげでまた、読谷地域の皆さん方やまたネットをご覧の皆さん方にね、ダマの情報を伝えることができております。そんなことをですね、この、沖縄タイムズの、レポート2011という紙面でですね、はい、紹介されておりました、いや本当にもうもちろん私だけじゃなくて同じ読谷出身の方でもこちら宮古市でお仕事しながら復興のために力を尽くしていらっしゃる方もいらっしゃいますし、それから以前もちらっとお話ししたと思うんですけれども、近町にあります国立病院機構琉球病院の先生方も心のケア、特に子どもたちの心のサポートということで、また明日明後日もですね、はい、FM 宮古災害 FM の方に出演していただいていろいろお話しいただけるということになっています。ものすごく距離は離れてるんですけどね、すごく沖縄のハート被災地の皆さんにも寄り添ってくれてるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、そっか、はい、本当にね、まあ、こうやって哲太郎さんも頑張っているんですけれども、今哲太郎さんどちらの方にいますか？外ですかね？実はですね、今宮古市役所にで今中に入ったところなんです。市役所の方ですか？はい、実は宮古市議会の6月定例会スタートしてまして、今日、はい、議員さんからの一般質問、このコミュニティ FM 放送についての質問も出るというお話なんで、ちょっと傍聴をしてこようかなということで、今議場の方に向かっているところです。なるほど。本当に皆さんの応援のおかげで、その災害 FM 放送というのは基本2ヶ月の選挙なんですけれども、やはりこのラジオというものの大切な情報のを素早くラジオを聞きの皆さんにお伝えできる、そしてまだまだ被災地にはたくさんお伝えしないといけない情報があるということで、免許の更新もスムーズにして、そして宮古災害 FM の方ではですね、たびたびこのレポートの中でも地名出てきていますが、太郎地区というところで、また新たにパソコンなど通信機器を設置して、また太郎からも電波を飛ばすことができるようになりました。そうなんですか。
はい、またこのまたねちょっと準備ができ次第この楽しからもですねこのように放送を結べたらいいですね。そうですね、もう早速メールなど、うん、あの反応もいただいておりまして、うん、体も聞こえてますですとか、うん、また宮古市のお隣の岩泉町というところからも、うん、あの電波が聞こえるようになっていますということで、あの連絡をいただいたり、本当ですか、僕に仕込んでます。ありがとうございます。あ、テストローさん、はい、はい、ですね、先月この復興支援番組のですね最終木曜日に発表しました、このですね今回の現金をですね、ま、宮古災害 FM の方に今回もですね送金させていただきました。はい、ありがとうございます、はい、そしてですね今回もまた株式会社沖縄黒糖からですねご協力をいただきまして、物資もですねあの送っておりますので、ぜひ宮古市の皆さん、またね宮古災害 FM のスタッフの皆さんなどをですねあのゆっくりいただいて、また温かくねあの温まっていただいたらなと思いますけど、沖縄からね私たちの愛を込め、またですねあのリスナーの皆さんたちからもねたくさんのものをいただきましたので、一緒にあの送っておりますので、どうぞご覧になってみてくださいね。ありがとうございます、うん、さあ今回この皆さんの、うん、はい、サポートに感謝しながらですね、また放送、僕もあの今月の中旬下旬頭ぐらいまででまたあの沖縄に戻ることになると思うんですけれども、それまで皆さんの力を合わせて、うん、頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援の方もよろしくお願いします。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ先ほどご紹介しました株式会社沖縄黒糖からですねあの物資としてお送りしたものは、私たち FM 読谷のホームページ、またですねあのブログなどにも上げておりますので、ぜひこちらの方もご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、クリスマス本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。はい、テストローさん、またあの体調には気をつけて頑張ってくださいね。あ、はい、頑張ります。はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、お届けいたしましたのは宮古災害 FM のですねパーソナリティを務めています吉田テストローさんね。はい、また素敵な元気な声をね皆さんに届けました。そしてあの今ねちょうどあの宮古市の、ね、市役所の方に行ってるということなので、うん、そうですね、うん、やっぱりあの哲太郎さんの声は、うん、いつ聞いても頑張ってるんだなっていうこの、そうですよね、はい、気持ちが通じてとても和みますね、うん、僕は、うん、私たちも本当に和みますよ、うん、またねこうやっていろんなところをですね、うん、駆け回って、はい、皆さんにこの情報で、ね、提供しようと頑張っている姿、うん、本当にやっぱりあの毎週電話をつなげているんですけど、はい、行く先々いろんなところ行ってますよね。本当ですね、うん、まあ、我々がね、うん、知り得るのは、うん、本当にこの1時間の時だけの話なんですけどね、うん、また1週間後までにいろいろなことを、うん、やっぱり、地元で情報発信のために取材活動もね、うん、やってると思いますが、本当に頑張っていただきたいと思います、はい、まあ、哲太郎さんもね、うん、言ってましたけれども、あの宮古災害 FM 局も、まあ、2ヶ月延長して、うん、地域の皆さん方にまだまだ情報発信という意味では、まあ、今日のその議会の中でもですね、うん、かなりこのコミュニティ FM 局が本当に地域情報の発信の、起爆剤としてね活動していることを、あの国もそれから、行政側もかなり評価をされてますのでね、はい、それではもっともっと、地域の皆さん方のご協力もねいただきたいなと思いますね、うん、本当ですね。さあね、本当にこのようにあの先ほどねあのご紹介がありました、先週ですか日曜日ですね、沖縄タイムスの方にです、掲載されておりましたコミュニティ FM リポート2011ということで、防災へ沖縄県内のですね12局もさまざまなことを考えているということで、新聞の方にも掲載されておりましたので、うん、ぜひ、うん、ご覧になってみてください。さあそこでこの時間はですね、こちらあの吉田哲太郎さんからですねあの CD が届きました。宮古災害 FM のですね、あのパーソナリティとしてもね、あのお話をいろいろこの FM 歌と電話中継などもね結びました、あの愛かなえさん、はい、うん、の CD を出しているということで、あ、そうですね、うん、この前レポートでやっていただきましたね、うん、はいはい、彼女から、うん、とても素敵なお声の、ね、方で、その方が今回ですね、うん、名もない花のようにというですねあの CD を出しています。今回この震災でねたくさんの皆さん被災地をですね駆け巡って、またこの自分の歌をですね、うん、披露しているそうです。そしてあのお話によりますと、あの皆さんご存知の通り、あのプロデュースのつんくさん、
はい、うん、などと一緒に歌われたそうですよ。ああ、そうなんだ、うん、なるほど。さあ、じゃあ皆さんにもですねお届けしたいと思います。愛かなえさんで名もない花のように。 CM までどうぞ。インターネットをご覧になっている皆さん、今ですねラジオの方では宮古災害 FM のですねあのパーソナリティも務め、またですね CD も出しているということで、愛かなえさん名もない花のようにをですね今ラジオの方では流しているんですけど、今回このインターネットの方ではかけられなくということで大変申し訳ございません。さあ、残念ね滝郎さん。そうですね、うん、素敵な曲ですけどね。そうですね、うん、はい、まあ、また機会がありましたらぜひ皆さん、ね、はい、はい、買っていただいて、はい、そうそうそう買っていただいてね、はい、じゃあそれではですねインターネットをご覧になっている皆さんは、この後30分からですねまたラジオはもちろんのことインターネットの方でもお声を届けたいと思います、はい、30分からゲストをお招きしてお届けしたいと思います。もうしばらくお待ちください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしております。時刻は間もなく1時31分です。さあ、この時間はですね皆さんにですねちょっとゲストの方をですねお招きしてお話をお伺いしたいと思います。さあ、今日はですねどんなゲストで、まだすごいお話が聞けそうな感じがします。早速ですねスタジオの方に入っていただきました。さあ、こちらゲストの方ですね、今回あの東日本大震災被災者支援プロジェクトということで、つなぐ光
さあ、どのような活動をしているんでしょうか。こちら事務局長の中川さんにお話をお伺いしたいと思います。それでは自己紹介お願いいたします。はい、中川です、こんにちは。私たちつなぐ光はですね、恩納村世良垣に、拠点を構えまして、被災3県、宮城、福島、岩手の方々、地震や津波の災害、あるいは今現在の放射能の災害によって、現地でですね、なかなかお家もしっちゃかめっちゃになっちゃって、で子供がここで暮らしていいのかなという親御さんたち、その方々と連携をして、沖縄に避難ができるように、そういうサポートをしている団体です。はい、さあ今回このつなぐ光、中川さんね、中川角地さん、はい、はい、そしてお隣の、はい、はい、同じくつなぐ光、中川穂と申します。よろしくお願いします。はい、中川穂さん、はい、ご夫婦でいらっしゃいますね。そうです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、この中川さんがこのつなぐ光、お話をね、近地そば の, 滝郎さんからね、お話を伺いたとき、はい、さあ滝郎さん、どういうこのきっかけで、そうですね、読谷村に雑貨屋さんを、トルトーナさんという雑貨屋さんがありまして、ちょっと最近どうですかと立ち寄ったところですね、はい、こういう活動をしているということで、僕らはラジオを通して情報をお届けしたいと、ただつなぐ光さんは実際に、被災している方々を受け入れる支援をしているということで、とっても興味もあるし、自分たちが電波で届けている内容をですね、はい、さらにつなぐ光さんの情報も届けていきたいなと思いまして、それで今回この出演に至ったということなんですけど、なるほど、はい、本当にありがとうございます。さあ中川さんにちょっと早速お話を聞きたいんですけども、はい、つなぐ光というのはですね、皆さんね、先ほどご紹介ありましたこの東日本大震災最初の、ね、プロジェクトということで受け入れを、ね、する、はい、団体ということをお伺いしたんですけれども、まあ、どのような内容でまだ活動しているかということをです、ね、お話をお伺いしたいんですけれども、はい、了解しました。ではですね、今私たちは被災の現地からですね、メールや電話が来たときに、この方たちが来れるように活動しているんですが、まずどんなメールが来るかというのを一通読まさせてもらいましょうね。お願いします。これは実際福島県のいわき市から来た方です、メールですね、はい、新築した家は原発から34キロの場所、港の目の前で津波の被害に遭いましたが、建物自体は新築で頑丈でしたので形は残っていて、現状は一部損壊と浸水、罹災証明が出ません。しかし全てオール電化で津波に遭ったので、給湯システム、電気システム全てが壊れ、直して住むためには膨大な費用がかかります。子供のことを思うと30キロしか保証しない政府に憤りを感じています、そして3500万円のローンだけが残りました。我が家の家族構成は夫、子供、私です。どんなところでも構いません。雨風がしのげたらいわきの放射能のより危険です、危険より安全です。とりあえずの居場所があれば仕事を見つけ一からやり直しますので助けてください。こういうメールや電話がですね、はい、日々原発の状況が明るみになればなるほど出てきまして、今ちょっとユーストリームにも映りますように、今このぐらいのですね、はい、被災地の状況、この赤い場所がですね、レスキューのかかっている方々ですね。ここの場所がですね、まずは、沖縄に行けるかどうかを問い合わせのあった方々、実際には私たちの方で、はい、どうぞ来てくださいとなると、あとは家族会議をして、今ステータスがちょっと止まっていると、そういう方々ですね。この、今現在でどれくらいのメールや電話などがありましたか、中川さん。はい、メールだけで約100通前後だと思います。そしてその中には、昨今はもう関東、東京、千葉、横浜あたりからの問い合わせも多いんですが、私たちの活動母体としては、原発から主に100キロ圏内、はい、それから、青森から千葉までの津波の被害によって壊滅を受けた地区、この地区の方々だけしか私たちの方で、受け止める
キャパシティがありませんので、はい、残念ながら今一番多い東京の方々は少しお断りをしているという、うん、これも私たちにとってはちょっと痛い状況です、うん、やっぱそうなんですね。本当にもう被災地の皆さんは本当にあの行政からですね見放されているという今状況なんですね、本当ですね、はい、うん、あのやはりこの30キロ圏内かまたあの100キロ圏内、はい、うん、の皆さんってやっぱりたくさんね、あの方々が住んでいる方も多いと思うんですけども、ええ、うん、やはり一番訴えてるっていうものは今何ですか、向こう側から。向こう側からですね、うん、実はですね論調に2つの波がありまして、うん、1つは国や政府が大丈夫だっていうから大丈夫だというふうに思ってらっしゃる方々、あ、はい、うん、あるいはそうは思うけど、そうは言うけども、うん、本当にここにいていいんだろうかと思うお母さんたち、その2つに分かれています、うん、そして勢力としてはここが危ないんじゃないかというお母さんたちが、うん、まあ、1割、うん、そしてここは大丈夫だって言ってんだから大丈夫よと思う方が9割、うん、ですから10人の中で1対9の中で、うん、なかなか自分としてお友達が話す相手がいないと、うん、そこの中で悶々とされているお母さんたち、うんうん、まあ、そういうのが現状ですね、うん、やはりお母さんたちということはやっぱり子どものことをまず先にね考える、ね、お母さんたちが多いと思いますけどね、はい、うん、ですからお母さんたちにとってみると今この状況においてものすごくこう母性が立ち上がってですね、うん、子供を守るという直感がもう働きまくってるわけですね、うん、ところがお父さんたちは自分の仲間や親たちがですねあの多く亡くなってしまったものですから、はい、あのお友達や親族をその亡骸をですね、うん、あの遺体を回収するということをしてますので、うん、自分たちはここを守り復興させることが自分たちの役割だというのがお父さんたちの思い、うん、でもお母さんたちはそれもわかるけど、うん、この子のことを思うと本当にここにいてもいいのかと、うん、その家族の中で葛藤がなされているということですね。あ、そうか。それでやはりお母さんはもうこう移動したくてもお父さんちのやっぱり思いっていうのも強いので、やはり家族会議っていうのはまた開かれるんでしょうね。そうです。ですから先ほど、うん、あのレスキューが来てもですね、うん、まず問い合わせが来るのはほぼお母さんです。で、行けるということがわかるとお父さんと家族会議するんですが、うん、まあほぼあの9割以上はですね、うん、あの家族会議がうまく成立しないで、うん、あの来れないという状況ですね。あ、そっか、ね、こういう状況が続いているということなんですけど、やはりね被災者の皆さんを一人でもまたねあの笑顔で迎えられる、ね、本当ですね、立場になきゃいけないんですけども、はい、この中川さん、このような活動はいつ頃から始めているんでしょうか。はい、これは3月18日、うん、ですから原発あ地震が来てから約1週間後ぐらいに、ね、はい、うん、5人の仲間で立ち上げました。あ、5人の皆さんで、はいはい、この立ち上げるきっかけとなったのはやはりそうですね、うん、沖縄は福島原発から見て、まあ、一番遠くてですね、うん、あの揺れてもいませんし、うん、気流的にも安全な場所です、うん、ですからこの離れているがゆえにですね、うん、何かできる支援があるのではないか、そう考えてあの一晩みんなで徹夜して考えてですね、はい、あのこれを結成するに至りました。そして今の現在のですね状況をちょっと知りたいんですけども、はい、今現在どの、人数的にはどれくらいで、またどのようなですねところに皆さんがこのようなあの内容のですね活動でまた動いているのかというのを知りたいんですけども、はい、まず活動 の枠組みなんですけども、うん、私たちはですね今現在としては主にその放射性物質が子どもに対して怖いというお母さんたちが来るための5週間のプログラムというものを構築しています、うん、5週間、はい、うん、まず1週間は最初はホームステイに入っていただきます、はい、これは県内約100箇所以上のご家庭がですねあの無償提供してくださっているお家の民泊ですね、うん、はいはい、でこれはあの安宿ということではなくてですね、うん、向こうから来るお母さんたちみんな半分パニック以上の状況です、うん、ですから民泊をして食事を作らなくてもいい状態でお世話をしてもらう1週間の中で自らを取り戻していただこうという1週間のホームステイなんです、うん、あ、なるほど。ご自身が取り戻ってくるとですね、うんうんうん、逆にあのお家の 3DK の中の一間を借りているということが気兼ねしてきますので、はい、今度はそこを出てですね、うん、個室型の、ペンションを提供していただいているんですが、うん、そこに移っていただきます。そこで4週間、うん、ここは無料の宿泊費とそれからコックさんがいますので3食が全部無料で提供できています。この5週間の枠組みが私たちの提供できるレスキューのプログラムで、うん、この揺れない安全な大地で5週間の中で本当に次この人生をもう一度被災地に戻るのか、あるいは
るいは沖縄で定着していくのかを考えていただく場所を、うん、提供しています、うん、その枠組みの中では今約そうですね、うん、十数組50名近い方々がこのプログラムを活用して、はい、そのプログラムが終われば戻った方もいますけども、うん、8割方は沖縄に定着する、うん、そういう風な流れができてます、うん、あ、そうなんですか、はい、もう定着してる皆さんのお声とかはどのようなお声が聞かれてますか？そうですね、うん、私たちの活動母体そのものが30キロよりも外側、つまり沖縄県が30キロ以内の被災者の方しか受け入れてくれませんので、うん、私たちは31キロから100キロまでの方々を受け入れてます、うん、そうすると罹災証明、被災証明、つまり被災者という認定がなされていませんので、あ、はい、独自で移住をしてきている形になりますので、うん、一人一人やはりハードルはあるんですが、うん、私たちは来た限りはなるべくその方たちがこちらに住まいを求めて、うん、そしてお仕事ができる場所まで、うん、なんとか支援をすると、うん、それをしています。そこに来るのはですね、自分の力で何とかしようという意志の強いお母さんであればあるほど、うん、やはり確実に住居と仕事を見つけていってます、うん、やはりこのやっぱりね、住むとなるとやっぱお仕事なども、はい、手助けをしてくださるということで、うん、私たちそのものがお仕事を持っているわけではないのですが、はい、様々な連携している団体とですね、うん、調整をしながら、そういう支援ができるように私たちも、うん、尽力をしています。やはりまたね、お母さんたちにはこのような、ね、形がいるということは少しずつ、ね、励みにもなりますしね、はい、うん、じゃあ中川さん、今後ですね、またどのような活動、またどのような働きをしたいかと皆様にちょっと呼びかけがありましたらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、うん、ですね、まずこの4週間の無料の宿、それから3食がついているありがたいペンションはですね、うん、オーナーさんの意向で貸していただいているんですが、期限が9月末までとなっているんですね、うん、ですからその次にですね、このようなその純コミュニティが形成できる場所というのが今まだ見つかっておりません、はい、ですから私たちは9月のこのゆいまわるの森という場所が終わるまでの間にですね、次の拠点を見つけたいと思ってます、うん、ですので県内でまだ使われていなくて、うん、休眠状態のですね、うん、施設などがあればご紹介いただきたいことと、うんうん、それから、民泊ホームステイ、それから空いた一軒家などがあればですね、うん、それもぜひ紹介していただきたいと、この2つです。うん、ぜひですね、皆さんの本当にこの空いてる施設などね、またアパートやまたで一戸建てでも、はい、うん、構いませんので、ぜひこれもね、この被災者の皆さんを手助けするね、復興に向けての私たちがまた頑張ろうよみたん、頑張ろうよ日本とね題してますので、うん、こちらからちょっと応援するのも本当にいいですよね。そうですね、うん、被災者の方々は本当に今まで普通の生活をしてきたので、うん、人生を生きていく力は実は持ってるわけですね、はい、ですから今までやってきたことからものすごく急激にダウンしてしまったので、うん、そのダウンがまたプラスマイナスゼロに戻る、うん、まあ、少なくとも3ヶ月から半年ぐらいですね、うん、支援ができればですね、またその方たちがプラス側に戻っていくと私たちは信じてやっています、うん、はい、さあね、私たちもまた中川さんと一緒に、ね、何かができたらなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、さあ今日ですね、つなぐ光ということで、ゆいまわるの森をですね、またレスキューとして立ち上げました中川ですね、角地さんと中川こかさんお招きしました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、また時間がね、許す限りまた私たちの復興支援番組続きますので、その都度またね、この状況ね、現場の状況なども伝えていただいたらなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしております。さあ、先ほどはですね、本当に素敵なですね活動、このような活動を、ね、なさっている方がね、本当にここ沖縄県の、またですね恩納村の方でやってるっていうことで、私びっくりしました。武郎さん、そうですね、うん、もうやっぱり言葉に本当に思いやメッセージがあってですね、うんうん、とても伝わるし、うん、本当にこういうことをしたいんだなという思いがですね、うんうん、聞いてる方にも届くような中川さんでしたね、うん、本当ですよね、はい、どうでした、中曽根さん。はい、まあ我々がね、うん、前回の番組でも言ったかな、うん、もうメディアもそうなんですけど、やっぱりこう今福島の方にかなり目が向いてるっていうこともあってね、うん、それ以上にやっぱり、あ、やっぱりみんな大変なんだと、うん、もうメディアから入ってくるのは、ある意味もう東電のね失態とか、うんうん、ましては今日もね、もう政治的なものでもうメディアは騒いでますけれども、うん、もうこんなんでいいのかなと、そうですよね、もう本当にね今ね国難ですよ、うん、もうここは、うん、日本は、はい、そういう状況をね本当に皆さんが理解して協力いただきたい、うん、先日もね琉球新報には載ってました、FM 放送っていうのがねこういうふうに情報発信してるんだっていうことをね、うん、私は沖縄の放送局のみならず本当に日本中のね放送局がこういう情報をお互いができる取材力で持って発信できることがね、うん、僕は本当に全放送局に伝えたい、やっていただきたいなと思いますよ、うん、本当ですよね、忘れちゃいます、うん、もう こんないい場所に住んでると、うん、私たちもこの番組をやってない限りはおそらく、はい、うん、もう新聞の片隅に載ってる情報でしかならないと思うんですよね、うん、やっぱり今日みたいな中川さんみたいにこうやって来ていただいて生の声を聞くとね、うん、まだ終わってないんだなって、うん、そうですね、思いますよね、うんうん、はいね、このようなですね私たちももっともっとですね皆さんにこの被災地でですね今もなお苦しんでいる方はねたくさんいますので、そこからまた一日でも私たちがこの被災がねあったということを忘れないためにも、うん、私たちの方の番組続けますの で, そうです、ね、よろしくお願いします。さあ、ここ読谷村の方でもですね震災がですねいつ起きるか分かりません。そこで私たちこの時間防災マップということで、読谷村の方でも平成18年にですねこの防災マップっていうものが各家庭に配られています。がしかしこのような現状です。この防災マップ持ってるご家庭ないと思います。そこでですね今読谷村の方でもこの防災マップ目につくようになってきました。やはり問い合わせが多いということで、やはりですねすぐ渡せるようにサイトですね防災マップの方もこのチラシのコーナーなどにね置いたりしています。そのこの防災マップからなんですけれども、さあこの津波やこのですね地震だけではありません。防災といっても震災の方はもちろんなんですけれども、先日にありました台風の、うん、被害などにも ね、こちらも災害時ということで判断していただきたいと思います、うんうん、今回も一、うん、人の方が、はい、高潮の方がですね、うん、まあ、窓ガラスが割れて、うん、でそれでもう自宅ではちょっと不安だということで、うんうん、自主避難でですね、うん、この文化センターの方で一夜を過ごしました、うん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 。さあ、この文化センターはもちろんですね、うん、各地の方でもこのような避難場所というものが読谷村の方でもあります、はい、先週もですね、高潮地区読谷村のね村立図書館、読谷村保育所などもねお届け、西の方ですねお届けしておりますけれども、うん、今日は波平公民館の方もねお届けしたいと思います。さあ、この波平地区のですね災害時避難場所、こちら波平公民館、また井ノ原公園、うん、そして読谷小学校、読谷中学校、農村婦人の家、そしてザキミ地区の方ではザキミ城市の公園ですね、ザキミ城公園、また読谷村立美術館、そしてザキミ公民館などでございますね。ぜひ皆さんがですね今住まわれている場所で、はい、自分たちのこの災害時の避難場所、うん、もう一度確認していただきたいと思っております。さあ、その他ですね、
津波時の場合はですね、津波の方はですね、あの沿岸部、ね、海岸部の方にいたら危険ですので、弓炭村幸福祉センター、弓炭村運動広場、弓炭村勤労者体育センター、弓炭平和の森特急場ということで、こちら FM 炭が、ね、ある地区がですね、津波の時にはこちらの方が避難場所になっているということをしっかり覚えててください。よろしくお願いいたします。佐竹郎さん、この防災マップね、はい、平成18年の方で、ね、はい、作られた弓炭村なんですけども、また私たちにも、ね、方もですね、この防災マップ地図の持ってですね、はい、避難するということはできないので、それぞれね、頭の方にしっかりね、入れてすぐ避難できるような形にしとかないといけないですね。そうですね、まあ、この防災マップにも公衆電話のことが書いてあるんですけど、ちょうど弓炭小学校の前の神谷鮮魚店さん、神谷さんと少し話す機会があってですね、あれなんであるんですかって言ったら、いや取ろうかの、もう時代が公衆電話じゃないので取ろうかなってしてたんだけども、 あそこに公衆電話で子供たちが電話をして親御さんが迎えに来ると、これが防犯にもなるし、なるほど、取らないでくれと神谷さん自体から言ったらしいんですよね、はいはいはい、で僕はこれを見て思ったのは、公衆電話ってなくなっていこうとしてるじゃないですか。そうだね。でも防災の時にもし活用できればと思うので、ぜひあるところを覚えておく方がいいかなと思いますね。まあ、今回のね、東北の災害においても携帯がつながらないっていうのはもう結構ありましたからね、そういう意味では本当に公衆電話がね、本当にどこにあるかっていうことも知っておくべきかもしれないですね。だってバッテリーがね切れちゃうと悪いですよね。でみんなが使えても自分が使えないっていうことが常にフル充電ではないですからね。そうですよね。でも公衆電話を見つけても今携帯電話に頼ってばっかりいるので、電話番号を覚えるっていうことをねしなくなりましたよね。私も本当にありましたね。覚えてないもんな今は。昔はみんな覚えてましたよね。覚えてましたよね。もう口でも普通に言えるぐらいね、ボタンを押したらこの電話番号を押すみたいな、ね、感じだったんですけど、本当にそれができなくなって、もうまたメモなどもねしっかり取って持っておくのもいいかなと思いますね。はい、さあお送りしてきました、こちらですね、 FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けいたしました。さあ竹郎さん、どうでした、はい、今日は。いや本当にやっぱり鉄太郎さんの声というのは 毎週ですね聞いてもとっても気持ちも入ってるし、なんか新聞じゃわからない情報がとっても入ってくるので、はいはい、とてもリアリティがある、まあ、番組を僕らはやってるんだなと、改めて感じさせるのと、やはり先ほどの中川さんの、本気度の、とっても通る声、はい、気持ちが入ってる声、そうだね、本当に支援をしてると、その思いをいろんな人に届けたいと、いうことがとっても僕にも、横にいる僕にも伝わってきてですね、はい、何か 僕らも、長い目で、支援を手伝っていければいいなと思いましたね。本当ですよね、はい、さあまたね機会があれば中川さんのですねこの熱い思い、また皆さんにね情報を届けるというねものをまたお届けできたらなと思っております。そうですね、まあ今回福島のことを改めて中川さんから伺って、まあ、我々ももう少しちょっと情報収集をね、していかなくちゃいけないなと、この復興支援番組、まあ宮古市の方々もね、だいぶ頑張ってるようでありますので、また福島県の皆さん方の情報も取りながら、この番組ね、やっていきたいと思いますので、はいはい、またね私たち78郎募金も随時ですね皆さんのですね募金よろしくお願いいたします。 FM タウンの、ね、スタジオの方にも置いてますのでよろしくお願いいたします。また呼ぶ会のですね、はい、各お店の方でも置いてます、はい、お願いいたします。お願いします。 FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けいたしました。伊賀美幸と中曽根智晴と金城武郎でした。ありがとうございました。また来週。